ダックスナは、南、南のという意味であるが、タントラにおける右道の概念及びベーダ教における、僧侶、霊的指導者、または教師にあてた、その教授に対する寄進、または支払いという概念のことも指す。ベーダ教の概念としては、元来、牛が寄進されていた。用語自体はここから取られているものの、リグベーダにおいては、女性系のダックスナは、繁殖及び、 牛乳の産出が可能な牛を指す用語であった。リグベーダ第1巻の参加18.5及び、第10巻の参加103.8において、ラクシュナは、ブリハスパティ、インドラ及び、ソーマと共に、女神として擬人化され、EN、ニュクレマーニーによれば、リグベーダ第10巻参加107の作者であると、されている。後年の文学、マヌホーテイ及びラーマーアナにおいては、 ドクシナという語はより一般的な感謝、または贈与という意味となっている。グルに対し、右手の親指を寄進するアコロブやグルダクシナとは、一定の学習期間の後にまたは正式な教育の完了後に、教師もしくはグル、または霊的指導者に対し支払いを行うという伝統である。この伝統は、 社員、尊敬及び感謝の一つであり、教師と生徒の間の語形及び交換の一、形態である。支払いは金銭によるものに限られず、教師が生徒に対し達成してほしいと考える特別な、課題の遂行という形をとることもある。インドのジョジシマハーバーラタには、アコロブヤという人物に関しての、適切なグルダクシナと不適切なグル ダクシナについての象徴的な物語が綴られている。この物語は、部族の少年の休日を習得したいという情熱に関するものである。アコロブヤの物語は、マハーバーラタに綴られた多くの物語のように、教育、個人の習得への情熱並びに、適切なダクシナ及び不適切なダクシナとは何かということについての結論のない偶話である。女児史マハーバーラタにおいて、 グル、ラクシナによりアコロブヤの右手の親指を手に入れた後、ドローナは霊に取り憑かれ、アコロブヤの親指を要求したことは正しかったのかと、自問自答するようになる。アコロブヤは、四本指の右手と左手で休日を習得し直し、それによって、強力な選手となり、王として受け入れられ、自らの子供たちに対し、教育は皆のためのものであり、いかなるものに対しても、 教育の扉を閉ざすことは誰にもできないと説く。ありがとうございます。